はいどうも、洋画大好き、おしひろです。今日はですね、コーディが出ましたね。てか、コーディ以外にもいっぱいアップデートでいろいろ追加されてるんですよ。このついに来ましたよ、今年の CPT ステージ、リング・オブ・パワー。これがやっとできる。あんまね、騒がれたかったですけど、この毎年の CPT のね、ステージすげえ楽しみにしてるんで、もう全然コーディなんかよりもこっちがやりたかった。でね、ちょっと残念なお知らせが、もう僕のランクがね、ダイヤからね、スープラまで落ちてしまいましたね。まあ、しょうがないね。まあ、もう格ゲーっていうのはね、失敗して強くなるしかないから。しかもね、なんとなく、その数字もね、いいよ、来いっていうすごい覚えやすい数字で。よし、やっていくぞ。今日はね、コーディがね、出たからにはコーディがいっぱいいて、で、出たばっかのコーディなんかね、絶対使いこなせないからね、それ俺は華麗に勝っていく。間違うわ。そう、ある種ね、新キャラが出た日とかね、稼ぎ時だからね。俺みたいな弱者はこうやって稼いでおかないと。で、そう、5期ね、ちょっと弱体化したんですよ。いや、まあ、結構ね、強いとこだったんで、あれ、立ち中継なんですけど、ちょっと硬直が減って、立ち中継家康灼熱ってのが、その飛ばれちゃうようになっちゃったんですよね。それがすげえ痛いんだよな。前までね、それ端の崩しとかすげえ強かったんだけど、で俺今立ち台感じなかったんだよ。あ、違う違う。ちょっと待って。落ち着いた方がいい。今すごい喋ることに集中してる。まあいい。あれ、かかんじゃない。あーやばい、なんか俺ね、死ぬ流れだよ。落ち着け。もうね、意地でもいいから、投げられて死ね、どうせだったら。刺してーけど、相手もバカじゃねえから気づくよな。おおおお、すげえ。これはね、しょうがないわ。打ってくるか。まだしばらく耐えるかなと思ったけど、ちょっと格の違い見せつけられたな。俺も見せて。この人ね、でもね、結構投げるから、その投げ式を立ってみよう、こうやって。あ、ダメだ。これがね、あ、できた、よかった。できたって感じ。ちょっと遅らせ飛んだだけなんだけど。てかね、今違うわ。そもそも弱竜巻じゃないわ。弱灼熱で勝利してたら殺せてたわ。コンボミス。やべえ、俺今もう見てからガード解除しまったよ。やばい。ちょっと待って、ここでね、焦るとね、死ぬんだよ。わあ、おいしい。飛べ、飛んでくれ。ああ、やばい、クソ痛いの食らった。あ、よかった、あざす。いいよ、飛んで。あ、くそ。俺の我慢が足りねえ。あ、おお、すげえことする。マジで今時の竜はあんなことができんの。これね、ゲージ足らないよな。だよな、極殺だ。ちょうど裏回った瞬間なくなった。悔しい。でも極殺してたところでな、極殺あれ終わった後完全ゴブだからな。取られた、吸われた。ちょっとね、ウルプラまでは戻したいね。くそー、ちょっとね、参戦良くなかったな。あ、やばい。ああ、ミスに押し置きされるのが格闘ゲーム。ちょっと待って、マジ対空が出ないマン。なんでこう、うまいね。この対空出してよ。ダメだ。これマジ良くないバダン。いいよ、飛べ。ああ、飛ばない。そうで、これ膝ね、マイナス4になったからね。普通に膝ガード見たら EX 勝利入れっぱ安定なんだよな、その勝利。そうだね、波動拳でも割れるだろうし。おお、まだ飛ぶか。
そうだな、すごい体育を意識されてるから、お前はもう血を行け、血を這うように行け、血を這うように行け。あー、やばいやばい、手を助けて、飛べ、こっち血を這え、いて投げ、そらさん、さすがに投げた。うわすごい、よく見てる俺。うわぁ、お前マジで俺のドレアを読んでるのか。はい、来い。あ、うおマジかよ。ちょっと待って、こいつテクいよ。投げしけよ。戦ってみねえか。うわなんてやねん。はい、重ねる。オッケー、怖え。これぞ格闘ゲーム。あーやべ、ちゃう、助けて。俺らどうしたんだよ一体よ。そんな感じじゃなかったらこれ飛ぶっしょ。お前もう分かるよ、見てたら。早く飛んでこの辺で。いって、助けて、で昇竜拳やんない。あー、くそ。いやマジ怖え。飛んでもうお互い飛ばねえって決めちゃってるからどうしよう。うわー怖え、打撃は拾えてる。でこれ投げ重なるはずなんだけどね。うわー、俺今ちょっと気づいたんだよ、やっちゃダメだって。おっしゃ、怖っ。 You win。 一歩戻って一歩進んだぞ。ちゃんと一歩下がって二歩進みたい。もう一回勝ちたい。俺ね、これどっしり構えられてるのマジ苦手なんだよ。頼むよ、飛んでくれよ。飛んだら飛んだら落ちるんだけどさ。あ、ちょ、今なし。お前マジで、あ、よく読んでる今のマジで。あれはね、多分本当に投げ読んでるわ。ゲージねえから投げで一緒っていう俺の浅はかなのを取られた。ちょっと待って、お前これ勝利君。あー、やばい。いやーこれね、俺あのね、ストローの時はこのダイヤ射撃等の苦手なんだよな。なんでだろうな、めっちゃやりづらくない？わかる？対空取っても美味しくねえしな。もう一本あるよ。あー、ダメか。あー、これで使うのもよくねえんだよな。どうしよう、飛んでるけど俺がポンコツすぎて何もできてねえ。あー、これ、うわ、おい、ちょっと待って、俺の足どこ行ったんだよ。ゴーキさんの足どこ行ったんだよ。これ怖え、食らいたくねえ。やべえ、うわー、なんか、うわ、いや、マジで一人ずれ、あれもうどうしたらいいの。ちょっとマジ勘弁。おい、やべえ、ちょっと待って、俺今ね、極殺やろうとしてない。さあ、お前どうする、どうするよ。あ、くそ、もう入れ込んでやがったー。なら我慢してよかった。You lose。 くそー、一歩進んで二歩下がったな。
よし、次こそ勝つぞ。ちゃんと2勝決めてポイントをゲットしよう。歩こう、豪気は。豪気を歩いて距離詰めよう。エロい。こいつが筋肉リアルすぎねえ、バフにしたら。あ、来た！リングオブパワー。シャドルの本拠地。剣、俺の家。これもね、曲かっこいいんだよな。そのリングオブデスティニー、リングオブプライドって、まあ、ものすごいステージの曲良くて、さすがにこの感じは滑るかなと思ったら、これもなかなかかっこいい。どんどん盛り上がってきたもん。行くぞ。いや、ちょっと、マジ、勘弁があんの。膝で終わらして。うわぁ、怖え、これ。そこではね、怖えんだよ。うわ、あそこでグラップ入れる、あそこでグラップ入れるってことは、俺次に投げして狩りに行くよ。怖え。そう、俺ね、こいつね、波動をね、もうちょっと打ってね、ダメージ取らなきゃならないんだよ。1試合で十何発か打って3発ぐらいあっていきたい。いあー、ちょっと待って、久しぶりに勘弁してくれ。うわー、いって、これはねえと、さすがっす。駒投げじゃない、駒投げじゃないのか、そこ駒投げしてくれよ。あー、危ないもん。なんこれ、こんな下手になったの。どうした、俺の動機。修正入った、俺のやつ。怖え。で、安いっていうね、そういう時に限って。盛り上がってきたぞ、曲が。お前殺してやる。あダメだ、ごめん、ほんとごめんなさい。曲に今集中しちゃった。飛ぶっしょ。飛ばない、もう飛びたくない。もうちょっと波動食らう。あー、怖い。いやー、怖い。冷静だね。あー、怖い。うわー、やっべー、怖えよ、助けて。安い反撃が。落ち着けって、お前腰巻きぐらい出せるっしょ。いや、これね、駒投げはしないと俺は信じるよ。だけど、どっちか分かんねえじゃねえかよ。危ねえな。あ、これね、そうそう、知ってたよ。EX だって知ってたって、マジ今の勘弁してくれ。あ、安っ、ちょっと待って、今殺せたって、殺せたって今。うわ、何、ドラマチックに終わってんの。あ、こんな寂しいんだ。いやー、マジ EX 焼きから何も考えてなかった。あ、もらえんの？あ、違う、減ってんの2人とも。ラウンド1ファイト。いや、いって、マジ今抜いて。受け身取らないの勘弁しろよ、俺も困るって。発信をね、ちゃんとこのね、膝で潰したい。おー、おいしい。投げしけ。ちょっと待って、俺どうしたんだよ一体。これ止まれるようになってるし、ちゃんと分かりやすく弱体化してるし、怖え。うわー、怖い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 。あ、怖いよ、助けて助けて。あー、怖い。飛んで。オッケー、すげえ無難に終わらした。ありがとう観客のみんな。あー、怖い。やぶな、竜巻が逆にやべ、死ぬ。おー、飛ぶ子出た。あー、ちょっと待てよお前、それズーズーしすぎない。逃げよう、さよなら。ごめんな。次、
灼熱打ったら本気あっ、うおー、うわ、それも超もったいないです。ガイガーさんの突然ラグいけど大丈夫、危なっ、ごめん、中継あのラカン撲殺いいっすよね。ヒットしてたらそのまま勝ち上げて昇竜できるし、これどうなんだろう、さっきの、ああありなんだ、へえ。いや怖え、ちょっと待って、お前あの絶対そう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 やってくると思ったよ。いいね今の、なんでお前そこで暴れるんだよ、もう勘弁してくれよ、頼むって頼むって、怖いって、あーひどいことした。しかもなんで強勝利なんだ、あこれね、駒投げ駒投げ、絶対駒投げ間違いない、あ違う、それどころじゃない、うわ怖え、うわ怖え、はい、こんなとこでピヨッつったな、投げしけじゃない、うわおー、もうやだー、ガードしとこ、あゲージ、あはあ、もうこれ俺この状況でも攻めれねえ、あうわゲージがゼロになっちゃったよ、これちょっとちゃんと運用しないと最後 CA で終わらせられねえ、うわっそんな、ちょ待って待って、今ごめん昇竜間違えたんだって、うわ怖え、うわついてる、ラッキー、このラッキーで勝ちたい、うわちゃう、ラッキーが、いやーこれねさすがに、奥が不敬なマジで、次のテーマは落ち着こう、落ち着いて戦おう、声を出さない、うんそれでいこう、このねちょっとエロいジュリをやっちまおう、それでリングを、あちげえ、せっかく勝ったのになかなかあのステージやれねえな、これはね、ジュリはね、足速いし、リーチ長いからね、その、歩いて触れるんですよね、ちゃんとその相手のリーチの外から、しかもその距離も自分で調整できて触れるから、それがね、ちょっと違うんだよな、ゴーキと。ゴーキこれね、足長い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 言ってますけど、俺にとってはこれ短いんだよな、俺の能力じゃこれは。下がってみる、ああ。なあこれちょっと俺ねちょっと一旦タイミング覚えてこよう、かぶ最悪、淡々と終わってしまった、そりゃそうだ、だってあのうまいこと言ってるからな、うまいこといかないときになんかね落ち着くようにしたいよね。これなんかたまたまその
その想像通りに飛んでくれてるから楽だけどさ。うわやべ、あやべやべ、うわ怖っ、依然膝は強いな。これがね、あ、ちゃんと決まるようになったわ。てか今ギリ使ったら殺せだし。ちゃんとあの、かち上げ灼熱 EX 勝利やっとけばよかったな。もう一戦やろう、ジルもう一戦やろう。あと音楽も落ち着いてるからなんとなくその心の余裕もできるというか。見て、X 勝利出そうか悩んだんだけどな、あれマジミスるからな、よく。うわーやべ、ごめん、なんかいろいろごめん。落ち着いてるぞ。飛んでほしいね、この辺で。じゃあ垂直じゃねえんだよ、俺が飛んでほしい方。あー怖い、よくねえんだよな、なんかノーリスクで打てるからってリターンもねえからな、特にあれね、ガードしたらマイナス16フェだから早く打ってきてくんねえから。いや怖っ、あーやっ、ちょっと、もうめくられると対空途端にできない少年だから助けてやばいやばいやばい、頼む。あーそれならいいよ、なんか下手に起こされて置き攻めされる方がめんどくさいわ。あー危ね、すっげえいい反応したもん。くそー、すげえ隙をさらしてしまった。ゲームしてる限りはね、なんてすごい楽なゲームなんだけどね。飛んで飛ばない、うわやべ、今いいね、飛べるタイミングだったんだけどな。はい、あー飛ぶ、あ、飛ぶんだ、いや怖っ、うわ怖い、やった、すっげえリスクなく勝利を得てしまった。 You win。 うん、2歩進んだわ。よし、今日はこれを最後にしよう。竜かよ、まあ竜は戦いやすいからいいんだけどさ。ただ竜ね、すげえなんか気づいたらめっちゃ減ってんだよな。なんか地味にめっちゃ火力高いからな。うわまたこれかよ。せっかく買ったリングオブパワーやりてんだけど、やらしてくれよ。おとなしいな、お前よくわからんぞ。あーやべ、これがちょっとできるようになったのすごいでかいわ。この端のクラカンカラーはね、かなり安定してきた。
適正からのあの 80K が不安定っていうのはちょっとなんとかしないと。わあマジこれ壊れそうですよね。もうごめん、俺がもう食らう感じしかしなかった今の。おお、お前やるね。あーダメだ、ちょっと格の違い見せつけられてんの。はい、そこはね、すげえ知ってた。うわ、怖っ。これなんで今日で今打ったんだよ、俺は。おー、あぶねー。単純に積水立ち中継が怖えよ、つながるか。やった、1000ポイントもらったぞ。後期51レベル。ポケモン見て。よし、最後にもう一回試合を。どこの国の国旗かわかんない人。うわぁ、お前怖いことすんな。くそ。あ、俺逆に今飛ばれたらダメだ。波動のことしか考えてねえわ。お前マジどんだけ噛み合うっていうか。やべやべやべ、ターン取ろうとしないな。普通にダイヤしたけどよかったな。あー飛びてー、超飛びてー。ギルティ勢のこの飛びたいサガを抑えて勝ちて。みんなギルティで飛びたいとは限んねえけど、もう俺は飛びたくてしょうがねえよ。あーダメか。カッコ不罰、カッコ不罰が怖え。映ってくるか分かんねえから怖え。やれ、やんねえか。さあやんねえんだ。オッケー。あんま大きいじゃねえけどな。なんかすごい、こいつちょっと飛ばしてんだけどな。ダメだ、俺がマジ気迫負けしてるわ。いいね、今なんか勝った気するわ。あーダメだ、こいつメンタル強え。あそこでまだ待てるんだ。さあ来い、来ねー。ダメだ、俺マジ様子見してるわ。こいつねえもんな、それが。あーこれ勝負だ、ごめん。っていうことで今日はね、いいことあったかな。でもね、その蜂のクラカン、あの天がね、灼熱が安定してきたから、もうそれだけで良しとするか。ってかコーディーと戦えなかったの、コーディーいねえのかな、ランクマにまだ。そうだね、ちょっとごめんね、その気持ちはよくわかる。はい、ということでね、俺が俺を強くする実況ランクマでした。早くダイヤに戻りて、あのね、開始地点よりも下がってるっていう、あのいいよ来いっていう覚えやすい数字じゃないよ。